知事には、韓国の俳優。明治専門大学金属デザイン学科卒業。身長178センチメートル。俳優としてデビューする以前は、商業デザイナーやアシスタントカメラマンとして活動していた。スカウトされ、1999年にミュージックビデオに出演したのをきっかけに、2000年に俳優デビューした。イオンへと共演したドラマ、宮廷女官。 チャングムの誓いはアジアのみならず世界中で放映され代表作となった。他、コメディドラマやミュージカル映画にも出演し、主演ハードボイルド映画、ジュでは生目アクションで人体を痛める負傷を乗り越えての激しい演技をこなした。また、映画、懐かしの庭では1980年代の民主化運動政治犯役で刑務所に入る前と17年後に出所した男性を演じた。 2010年 MBC ドラマトニーではコミカルさや人間味のある王を演じている。韓国本国では CM 出演も多い。ケブ、ケンブリッジメンバーズ、ロッテキシリトールガム、ディムチェ、ウィニア、エアコン、SK ビュータ多数。最近は韓国観光公社のコミや観光大使、トニーを演じたハン・ヒョジュと共に国勢調査の広報モデルなど公共広告も多数。 他には、東部火災、ヒューレンメガネレンズの広告にも起用された。2004年11月19日に、俳優デビュー前から交際していた一般の女性と、結婚した、一男の父である。2006年2月、写真付き切手を、日本で発売、それを記念した、ファンミーティング、知事にと楽しむ韓国文化2006が、NHK ホールにて開催された。 2007年6月23日にグッドウィールドームにて行われた韓流ロマンチックフェスティバル2007-2007年8月11日に東京ドームで行われる宮廷女官、チャングムの誓いフェスティバルに出演。2008年3月22日より六本木シネマート韓流シネマフェスティバルにて出演に作品を呼び懐かしの庭が上映された。 2008年4月5日にファンミーティングが六本ギラフォーレにて開催された。昼夜2回。2009年1月29日大阪と1月31日東京でファンミーティングを開催。2009年1月30日レイラット部の感謝イベントにもシークレットゲスト出演。2011年1月2日東京ドームプロ野球 OB チームと 韓国俳優チームプレイボーイズの親善試合で来日イタリアグモの中の散歩2009年5月9日ありがとうございます